レイヤー、ただいま。なんて柔道。何してるの。いや、レイヤーこそ。あれはこの子たちがかけっこで競争したいって言うから、私を押してハンデつけないと勝負にならないって思って。レイヤーが一番楽しんで見えたけど。それでさ、柔道は何してるの。知り合いか、柔道。その幼なじみなんだ。彼女はミラって言って、なんて言えばいいのかな。よろしく、ミラ。ちょっと、彼女の足。大至急、王先生に連絡お願い。患者さんが来るって。ラジャ、家に帰るんでしょ。私も行く。これ使って。レイヤ、あのさ、話は後。今は治療院に急がなきゃ。おお、柔道。人はどうだった。楽しくやってたのか。ん、この人は。先生、診察はまだかい。ごめんなさい。皆さん、急患がいらしたので続きは午後の診察に。ごめんね、みんな。また後でね。レイヤちゃんもすっかりここの仕事が板についたな。もう立派な看護師でしょ。
彼女はこちらへ。よろしく頼む。ディラックだ。動かないで。そのまま。ミラだ。お前がジュードの父親か？そうだ。足に力は入るのか？いや、腰から下はほとんど感覚がなくてな。エリン、こちらはもう大丈夫だ。あの子のそばにいてやれ。え？はい。あといくつか検査をする。もうしばらくそのままでいてくれ。さっきのはジュードの母親か？ジュードは私たちの一人息子だ。ところで君は息子とはどういう関係だ？一言で言うのは難しい。だが私は友の証としてペンダントを送った。友人？そうは見えんな。君はあの子よりだいぶ年上じゃないか。それに女性だ。ところでお前は私と同じ症状の人間を治療したことがあると聞いた。同じ治療をしてはもらえないだろうか？検査の結果次第だ。そうか。どのみちしばらくは入院だ。ミラさん、気分はどうかしら？うん、動けないが問題はない。それでどうなのだ、検査の結果は？それは主人の先生の方から話があると思うわ。聞いていいかしら？なんだ？あなた、息子のジュードとはどういった関係なの？どうして笑うの？いや、ジュードの父親と同じことを私に聞くものだからな。なるほど、それが親というものか。人間のそういった情愛は実にいい。あなたは？ジュードにはイルファンで危ないところを助けられた。だがその結果、ジュードは町にいられなくなり、今は共に行動している。やっぱりそういうことなのね。どういう意味だ？あの子ったら小さい頃からお人よしすぎるところがあったの。それで困ることがあるのか？そのせいで友達にからかわれたりいじめられたりしたこともあったわ。ジュードはそれでも？顔にひどい傷をつけられてもあの子が笑っていた時はもうどうしたらいいかって。それでお前はジュードに対して？私たちには仕事がある。この町の病院はここだけだ。あなた、ジュードは男だ。甘やかせばさらにふぬけになる。うん、それも親子の情愛か。だがそんな子が初めて私に意見してきたよ。君に医療ジンテクスを施すようにとな。医療ジンテクス？それがあれば私は再び立ち上がることができるのだな。もしかしたら君のためにあの子は変わろうとしているのかもしれない。だが私はそんな息子の頼みさえ医者として跳ねつけなければならない。そうか、それが医者としてお前の決めたことなのだな。すまないがそういうことになる。ならば仕方ない。また別の方法を探すだけだ。そうか、分かってもらえればいいが。
施術は簡単なものだ。だがすぐに動けるようになるものではない。ん？神経回路に直接精霊術をかけた状態になる。指先を動かす程度で体全体を激痛が襲う。術が神経に馴染んで動けるようになるには早くとも数節もの時間がかかる。なぜ私に話す？今は肝心の精霊の化石が手に入らない。その上精霊の化石は採掘するとすぐに内包されたマナを失ってしまう。君であれば使いこなせたのかもしれないが残念だ。何をしている？し、父さんに見つかりたくないんだ。なぜだ？今からミラに医療ジンテクスの施術をするから。だがさっき無理だと言われたぞ。レイヤ、手伝ってよ。あ、うん、静かにしてね、ミラ。さ、横になって。どう、ミラ、痛くない？痛みどころか何も感じないな。足もピクリともしないぞ。どうして機能しないんだろう。この石からはマナを感じない。君の父親が医療ジンテクスには精霊の化石を使うと言っていた。精霊の化石って本当に存在してるの？そっか、カルテにあった特殊な石って精霊の化石だったんだ。それに採掘してすぐに使わなければマナを失うとも言っていた。それじゃあなおさら治療するなんて。あれ？でもフェルガナ鉱山で昔取れたって聞いたことがあるような。本当？レイヤー！ちょ、もう静かに。お父さんから聞いたことあるだけ。ミラ、鉱山へ一緒に行く必要があるけど。世話をかけるが、頼めるか？はい。すまないな。悪いけど、ジュードが乗せてあげて。レイヤは？私は準備あるから。じゃあ町の出口で。久しぶりに戻ったけどこの町は変わらないな。